すごいでしょおおすごいなねし山くん僕にもやらせてよえ,えできるのわからないけどやってみたくなるじゃない <laughs> そうだねやってみなきゃわからないねいいかい塚野く君頭の中に折れたスプーンを思い浮かべるんだそれだけを一身に考えるんだ折れろ折れろ 塚野君すごいじゃないあなたにも超能力があったのね <laughs> 冗談冗談ごめんよ冗談なんだあらかじめスプーンの首のところをこうやるとだんだん脆くなって今にも折れそうになるそしてえ全然わからなかった本当柴山君の時と変わらなかったよ何度も練習すればできるさ マジシャンとと同じことをやってるんだよへ<ー>言っとくけど俺はちゃんと念力でやってるんだからな誤解のないようにそりゃもちろんだよ僕は君みたいな能力がないからインチキしただけのことなんだからそうよ誰も誤解なんてしてないわよそうよね